はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。18時30分ですね。はい、9月は19日の木曜日でございます。さて、これはですね、日経新聞、昨日出ました中澤克治編集員の記事でしてですね、恐ろしい内容が書いてありますけどね。中国で地方が謎の悲鳴、鍋を壊して鉄を売れに潜む破綻ですね。こんな書き出し。このところ中国各地の政官界そして市政で一気に広まった流行語がある。この中澤さんって中国にいらっしゃるんでしょうかね。それかですね、こちらで情報収集してるんでしょうかね。まあ多分こっちで情報収集してるんでしょうね。今もネットがあれば何でもできますからね。でこっちの情報は向こうには行きませんけども、向こうの情報はこっちで取れますからね。ネット上は鉄の鍋を叩き壊しくず鉄にして売ろう、ありったけのものを投げ出して物事に対処することを意味する熟語が隠れた政治スローガンとして使われ始めた謎である。とこれまあ何て言いますかね、こう日本風に言うとどういうんでしょう、もうその最後のものまででも吐き出してしまおうみたいな、そんな感じでしょうかね。日本語の例え、日本の言葉だって何やろ英語風に言えば最後の1ページまでみたいな、そんな感じですけどね。中国の家庭で長年最も大事にされてきた道具は何か。それはほぼ全ての料理作りに不可欠な鉄製の大きな中華鍋。これを叩き壊すというのなら3度の飯さえ我慢せよという号令にも聞こえる。食の国中国は今容易ならざる緊急事態に陥っていると。これまあ日本もね、かつて、鉄がない戦争中に家の中の鉄みんな出しましたけどですね、まあそれと似たような感じでしょうかね。一方ですね、あ、ちょっと待ってね、ちょっと飛ばしますね。中国の緊急事態とは何を指すのか。鉄の鍋を叩き壊しが流行語になったきっかけはインターネット上に広く出回った地方の公文書とされる画像だった。そこには鉄の鍋を叩き壊しくず鉄にして売ろう、工作専門チームを立ち上げるとある。具体的な人選も書かれていたと。任務は全力で地方債務リスクを軽減解決することだ。平たく言えば財政的な破綻を避けるための資金捻出であると。つまりですね、今地方政府って、まあ、総じてですね、もうごくごく少数の例外を除いてという感じですね、もうほぼ破綻寸前というか破綻してるんです。破綻してて金が全然ない状態なんですね。で、それでもなんとかしようぜと、なんとか金をかき集めようぜというのがこの工作チームですね。でですね、一部地方の実質的な破綻を如実に示すのが地方政府や関係する公営施設の職員、医療従事者らへの給与、賞与などの支払い遅延、大幅減額だ。中には給与が一切支払われなくなり民間への転職を余儀なくされる悲惨な例もある。給与賞与の減額不払いのケースは北京に近いある省内でも見られる。それでも民間に転職できるならまだよい、実態はかなり厳しい。仕事柄中国と外国を頻繁に行き来する人物らは身近な例から現状を説明する。つまりですね、もう公務員の、地方公務員の給料も払えないぐらいにですね、地方政府はですね、金がないという状態なんですね。でなぜそうなったのかというとですね、もともとですね、地方政府はですね、土地をデベロッパーに売ってその収入がですね、全収入の少ないところで3割、多いところで7割やったと言われています。平均すると 55% と言われていますね。で、そう要は土地を売った収入に頼って地方財政を司ってきたわけですよ。それがほぼゼロになっているんですね、土地売る収入が。そうすると途端にですね、財政が回らなくなってですね、最終的には給料払えないということになるわけですね。うわーという感じですね。この問題は一部地方政府にとどまらない。中国の地方政界事情に通じる人物は、
各地で指導者らが鉄の鍋を叩き壊し、くず鉄にして売ろうを窮状に示す比喩として口にしている。それが一部で文章にもなった。中央は嬉しくないだろうと説明すると。でもこれもともと中央から出た言葉らしいですね。まあその辺の経緯は置いといて、でここで昔のですね大躍進運動っていうことの話が書いてあるんですけど、まああれもアホみたいな運動でした。国全体としての鉄鋼生産量でイギリスに追いつこうとしたんですね。1950年代、毛沢東が指導していた時です。で各地方村村に鉄鋼生産量を割り当てたんですね。それを達成するためにどうしたかというとですね、みんなはですね家の周りにある鉄を持ってきて、それをですねもう一回その土放炉というですね、なんかようわからんあの変なこう香炉を作ってですね、そこで焼いて溶かして、それで鉄鋼生産量はうちはいくら達成しましたってやってたんですね。これでですね中国中が疲弊してですね、3600万人の方が餓死したというふうに言われているというふうに紹介されます。あの諸説あって7000万人ぐらい死んだんじゃないかという話もあります。とにかく農民が死にました。いっぱい餓死、食べ物がなくて亡くなったんです。アホなことでしょ。それで毛沢東はですね第一線を引かされたんですよね。まあその後文化大革命でまた復活するんですけど、まあそれは置いといてですね、そういう嫌な記憶があります。それは1950年代のことなんで、私の世代は多分知らないですね。まあ80代ぐらいの方は鮮明に覚えてるでしょうね。だからですね、なんというかまたそんなアホなことみたいな、こうそういうなんて言いますかね、その大躍進運動みたいな非合理なことはやらないとは思いますけども、今ですねそれを思い出すぐらいに、お金がなくなって困ってる状態というふうになってるらしいですね。であの時もですね、大躍進運動はまあ別の意味ですけど、本当にあの時は鍋を持ってきてですね、それを溶かして鉄鋼生産量ですってやったわけですね。あのアホみたいなことです。実にアホみたいなことです。あの今回は本当にお金がないという窮状でしてですね、これね、あのいつも申し上げるんですけども、解決策ないんですよ。あのもうね、公務員半分辞めてもらうしかないんですよ。公務員半分辞めてもらってですね、あのまあそれ以外に解決策ないですね。であと公務員辞めてもらってなんとか回すのはいいけども、借金が返せないんですよ。あの調子こいでね、地方政府もいっぱい借金してるんですよ。なんで借金したかというとですね、あの箱物を作るためにですね、要はねその地方の GDP で割り当てが来るわけですよ。お前とか何パー伸ばせとか、それを伸ばすためにですね、箱物を作ったらその建築費がですね GDP に加えられるんですよ。だからどんどん作れと、で金がないなら地方債出してみたいなですね、そういうやり方をしてたんですね。そしたらもう借金だらけなんですよ、どこもここも。ほんでその利子が払えないんですね。だからですね、多分今デフォルトも頻発してると思います。で今金融危機になってるわけですね。あの僕らはあんまりよう分かりませんけども、地方銀行で多くの地方銀行で取り付け騒ぎが起こってるんです。もうそんなむちゃくちゃですよ、はっきり言うて。だからですね、解決策ないから私はですね、これはですね大きなですね社会的な不安がですね、そのうち形になって現れてですね、みんなが暴れ回るようになるとですね、無政府状態になるんちゃうかと。でその騒ぎの中で共産王朝が倒れるんちゃうかと言うてるんですね。どうでしょうね。あの軍隊さえまともな給料払えていないって言いますからね。なんでこの後本当にですね、どこまで行くのかということですね。今まだ飢えてる人はそんなにいないはずなんです。でもそのうちですね、食料が買えなくなって飢える人も出てくると思います。もうそうなるとですね、かなり危ういんちゃうかなと。もうすでに飢えてる人もね、何人かあのいるというふうなあの記事も見かけますからね。はい、まあ、悪い方に行っています。この日経新聞のサイト貼っておきますね。私開けてしまいましたんで、開けたところのアドレスを一応貼っておきますね。中央で地方が謎の悲鳴中国で、地方が謎の悲鳴、鍋を壊して鉄を売れに潜む破綻という
中澤克爾先生のですね、非常に大変興味深い記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。